私に対して他党への移籍を進める方はいろいろとものを知らない方が多いのではないかと思います。はい、皆さんどうも、政治家女子48と参議院議員の浜田聡でございます。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。ただいま令和5年の3月20日月曜日、15時になろうというところでございます。はい、以前ですね、ちょっと以前と似たようなね、動画になりますけれど、はい、以前ですね、はい、なぜ私が NHK 党にいるのかというですね、お話をさせていただきました。まあ、端的に言うと、まあ、基本的にね、自由で、あるということでもありますし、まあもちろんですね、まあ NHK 党のね、当時のね、NHK から国民を守る党の、まあ選挙のやり方が、まあすごくね、合理的だったなどということもですね、お話しさせていただいたと思うんですけれど、まあ今回もね、それと似たような、お話になるかと思いますが、まあ私の方で、ある程度ね、少し話の方も、整理をさせてもらったつもりでございます。ということで、まあツイッター上でもですね、はい、私に、まあ、他党へ移籍せよみたいなね、そういうお話を、まあ、結構書かれる方がいるんですけれど、まあ、やっぱり NHK 党のことをですね、まあ、全然知らないなという方々ばかりだと思います。ということをですね、お話ししていこうと思います。まあ、こちらにね、ある、まあ、4つのことでございますが、はい、まあ、まずですね、NHK 党の功績というのをまず、まあ、ご存知ない方がほとんどではないかと思います。私からね、私に他党からの出馬を進める方ですね。まあ、ある意味ですね、まあ、他のどの国政政党よりも、まあ、仕事はしていると思います。選挙のね、公約の実現という意味ではですね、2019年はですね、参議院選挙、NHK のね、数ある受信料問題をまあ解決すると、まあ、スクランブル放送の実現ということもですね、一応掲げさせていただいたわけであります。で、今ね、NHK 党においては、NHK の受信料をね、払いたくない方のまあ相談に乗るためのまあコールセンターですね。まあ、多くの方にご協力いただいてですね、コールセンターの方を運営をしております。まあ連日ですね、まあ200件以上電話かかってきておりますので、まあコールセンターの元々のね、職員だけでは対応できないので、各ね、各地の NHK 党のね、候補者の方にもご協力いただいております。まあ LINE でね、そのかかってきた番号をですね、まあ、写真に撮って、その写真を載せて、私、この番号を対応します。私の番号を対応します。ということでね、全国の候補者の方がね、対応いただいているんですけれど、まあこれもね、まあ実を言うと、なかなか候補者ごとに、結構差があります。で、まあ一部ね、私の方から紹介させてもらうとですね、まあ、例えばね、厚木市の岩崎和也さんとかね、あとはですね、どこだっけ、はい、ちょっと前、小山市のね、酒井昭夫さんとか、で、まあ、特にというわけでもないですけれど、秋田市の小林正光さんとか、ね、あとはそうですね、まあ、上げ出すときりがないわけでもないんですけれど、はい、ね、まあね、奈良市の宮城総一さんとか、まあ今ね、ちょっと見てるところだと、そうですね、まあ塩田和久さんね、川口市の塩田和久さんもね、結構電話対応されておりますし、まああとはそうですね、はい、ね、はい。あと、まあ、越谷市の誰だっけ、すいません、ちょっと待ってください。すいません、ちょっと名前が出てこないんですけれど、まあ、あとね、船橋市のね、保川祐樹さんであったりっていうところで、あ、そうですね、越谷市の山田真一さんですね。はい、山田真一さんもよく、電話対応、されておられます。まあ、ちょっとね、他にもいると思うんですけど、まあ、とにかくね、こういうふうにコールセンターをね、開設をして、しっかりとね、NHK 党に、まあ、特に受信料を相談される方の、まあ、対応はしているということですし、まあ、あとね、NHK の受信料、ね、契約して不払いを続けていると、まあ、裁判になったりするんですけど、その裁判に対してもね、しっかりとサポートをしているということで、まあ、裁判費用もね、最終的にお支払いしていることになります。で、まあ、要はですね、NHK に受信料を払いたくないという人はですね、もう払わないで済む制度をしっかりと、まあ、実現しているということで、まあ、そういう意味ではですね、まあ、ここにもね、書いてありますように、事実上 NHK のスクランブル放送は実現していると、まあ、いうことでございます。はい。そういう意味ではですね、NHK 党はしっかり仕事をしているということはですね、もう間違いない事実であります。他の政党はね、公約掲げたことに対して、何かされているのですかということにですね、与党だとね、わかりますよ。ある程度ね、与党の案で、実現するというのもあるんですけど、じゃあ他の党はどうなのかということでございます。というわけで、はい。我々、私のことについてですね、ある程度ご評価いただくのはありがたいんですけれど、他党から出馬進める方っていうのはね、まず NHK 党がどういう仕事をしてきたのか、こういうね、しっかりと公約に掲げたことについてはね、ほぼ実現しておりますし、それをね、維持しているということを、これ、ほとんど知らないんですよね。そういう発言をされる方っていうのは。だからある意味説得力がないということが言えると思います。で、2点目ですね。NHK 党は自由であるということでございます。基本的に NHK 党は、はい、特定のね、団体からお金を受け取っているわけではないので、その団体の意向に左右されるということはありませんということで、私もね、結構比較的自由にね、発言させていただいておりますし、特にね、ネット民が、これはいいこと言うなというようなことをですね、それなりに自分なりに調べて、発言をしております。これは自由だからできるということでもありますということで、他の政党に行って、それができるのかというと、全くその自信はありませんということでございます。で、3点目ですね。やはり、これ、結局選挙ということなんですけれど、そうですね、別の言葉で言うと、プロセスですね。NHK 党のね、やり方でいろいろと、不満な点があるっていうのはね、ある程度理解できるんですけれど、そうは言ってもですね、結局選挙を戦って、どんな手を使ってでも、警察のね、お世話になるような、そういうね、刑事犯罪とかは除いてですね、ある意味いろんな手を使ってですね、選挙に勝っていくと、ね、昨年の参院選ガーシー議員をね、擁立したように、そういうことに、とにかくね、いろんな手を使って選挙を勝っていくということが非常に重要であるわけで、その過程について、いろいろとね、不満はあるかもしれませんが、結果はね、しっかりと出している。特に、選挙においては 2% の政党要件を維持するというのが非常に重要なわけなので、そこをね、クリアするためにありとあらゆる手を使ってという、そういうね、プロセスが非常に大事なわけですね。選挙についてはもうやっぱりね、その選挙を抜きにして、語るわけにはいかないわけなので、ということで、そこはしっかり理解されていない方がやっぱりね、多いですね。いいとこ取りだけしてですね、理想を語るっていうのは、やっぱり難しいんじゃないかなと思います。はい。というわけで、何よりね、選挙戦略やっぱ難しいですよね。私も基本的にはね、ああだこうだって、なんか自分なりの妄想みたいなのはね、ありますけれど、やっぱりそれはね、私もうほぼ素人と言っていいぐらいなので、立花党首のね、戦略に比べると、なので、もう基本的にはね、もう得意な、立花党首はね、選挙戦略立てるのがもう得意ですから、そこはね、もう誰もが疑いようがないと。で、私はもう不得意ですから、もうそこにはね、下手に口を挟まずに、選挙戦略は、立花高橋党首にお任せということでございます。一応ね、党首って言ってますけど、一応ね、立花高橋党首は NHK 党の党首ではありますので、これはね、別に間違ってはおりません。で、ちょっと話ずれますけれど、ね、我々の党関連ではですね、3つの党があって、3つの党首がいます。一つはですね、国政政党政治家女子48党党首大津彩香さん、そして NHK 党の党首が立花隆史で、政治団体かな、政治家女子48党党首夏目秋ですね、そういう形になったんじゃ なかったかと思います。はい。ちょっと夏目さんについてはですね、ちょっと政治団体だったらちょっとわかんないですけど、とりあえず、はい、大津彩香さんと立花隆史さんと夏目秋さん、3人の党首がいるというのはね、そこだけはね、間違いないというところでございます。ということでですね、選挙戦略ね、非常に難しいですので、私はもう下手にね、手を出さない。口挟まないようにはしております。で、最後にですね、やっぱりね、私のことを、いろいろと考えて他党に移れと言ってるんですけど、結局ですね、NHK 党にご投票いただいた方っていうすごい多いんですよね。全国でも100万人以上、いるわけで、そういった方々に対する、侮辱になるわけですね。そういうことをですね、平気で言える人間性というのがね、私は、非常に疑問であるというところでございますので、私としてはですね、それなりに評価いただけるのは重要なんですけれど、こういったことをね、クリアした上で、ご発言いただけるのであればね、それなりに説得力はあるんですけど、そういう、発言って基本的にはないわけですね。ということで。そういうのをね、踏まえずに、勝手にね、他党から出ろ、みたいなね、そういうことを言われたり、新党を立ち上げろとかいうね、これもね、非常にとんでもない話だと思います。はい。ね、私はもう選挙は、もう基本的に、はい、他の方にお任せしておりますので、新党を立ち上げなんて、やるわけがないと。非常にめんどくさいのでね、ということでございます。というわけで、私なりの考えをお話をさせていただきました。またね、NHK 党のコールセンターで対応されている方のリストみたいなのはね、また私の方で、発表の方させていただきたいと思います。以上です。そうだ。はい。遠藤真一さんも、電話対応すごく、はい、されておられますということはお伝えをしておきましょう。宇都宮市議会議員のですね。はい。というわけで、以上です。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。NHK に受信料を払わない国民を増やすことで NHK をぶっ壊す。どうもありがとうございました。